ジェフリー・トッド・バニスターは、アメリカ合衆国オクラホマ州、ウェザーフォード出身の元プロ野球選手、元プロ野球監督、ウトウミギ愛称は、バニール・ウスター。1986年の MLB ドラフト会議で、ピッツバーグパイレーツから25巡目で指名されたことを、機に、保守として入団。MLB の公式戦には1991年に、代打で1試合出たのみだったが、 この打席で安打を放ったことから MLB 公式戦での通算打率は1.000と記録されている。1993年に現役を引退してからも2014年までパイレーツに残留。参加マイナーリーグ球団の監督や守備コーディネーター、トップチームのベンチコーチを歴任した。2015年からテキサスレンジャーズの監督に就任すると前年に 西地区の再開でシーズンを終えていたチームを地区優勝へ導いたことからアメリカンリーグの最優秀監督賞を受賞した。その一方で自身の就任前にレンジャーズとメジャー契約を結んでいた藤川球児を就任の当初から礼遇。シカゴカブス在籍中の2013年に右ひいのトミー・ジョン手術を受けていたことを踏まえた上項が契約に盛り込まれていたにもかかわらず、 このような情報を逸脱した扱いをスプリングトレーニング中から繰り返した。結局、藤川はシーズン途中の5月で対談を余儀なくされた末に自身の意向で8月から日本球界へ復帰している。レンジャーズの監督としては2016年にもチームを地区優勝へ導いたが2年ともポストシーズンのプレーオフで敗退した。さらに、 チームは2017年にレギュラーシーズンを負け越し。2018年にはチーム10年振りの2年連続負け越しがレギュラーシーズン中に確定したことを背景にシーズン終盤の9月21日付で監督の職を解かれた。ありがとうございます。